マスト、行ったぞ。おいいシュートでしたよ。いけると思ったんだけどな。あれを止めちまうとかな。コースがもう少し鋭ければ止められなかったと思います。腕を上げましたね、先輩。そうか、確かに自分でも走ってるって手応えは感じてたぜ。あれなら本土のチームと戦っても通用しますよ。おだてんなよ。サッカーはいいよね。嫌なこととか悩み事とか全部忘れさせてくれる。のりかさんにも悩みとかあるんですか？それは意外ですね。こら、パンチ食わすよ。こわ。でもさ、試合とかしたいよな。いいね。やりたいな。確かにこの島だと敵チームといえば小学生のチームかおっちゃんたちのチームだもんな。だけどそれもマンネリだよな。やるとすれば本土のチームとだよね。よし、じゃあ俺校長に掛け合ってみるよ。島を出て練習試合に行かせてくれって。おいおい、キャプテンは俺だぞ。俺も一緒に行ってやる。本土の学校に練習試合の依頼をしてもらえるように頼んでみるか。本当ですか？練習試合？残念ながらそれどころではありませんよ。サッカーは熱くなりすぎました。イナクニはその暑さについていけなくなったのですよ。どういうことですか？スポンサー制度というのを聞いたことがありますか？はい、本土の方で始まった制度ですよね。人気がありすぎるサッカーにおいて安全なチーム運営には莫大な資金が必要。その資金を提供してチーム運営を支えてくれるのがスポンサーです。先日少年サッカー協会で日本の全サッカーチームにスポンサーをつけることが義務付けられました。しかし残念ながらこの稲国中サッカー部にはスポンサーはいない。まさか廃部ってことですか？そんな、みんなこの島でサッカーすることが大好きなんです。そんなことは関係ありません。意味があるのは君たちにスポンサーがいるかいないか、それだけです。この島でもそのルールが適用されるんですか？ここではサッカーに人が集まりすぎて危険になったりすることもないでしょう。ルールはルールです。例外はありません。というわけで稲国中サッカー部は廃部と決定しました。そんな。何ですかその反抗的な目は。グラウンドがサッカー部を廃部になんかさせない。まったく熱いですね、サッカーをやる連中は。何を言ってる。ここはもう別の用途に使うことが決まっている。邪魔だ、あっち行ってろ。待ってください。どけ。この野郎。アスト、アスト。仕事の邪魔をするな、しつこいぞ。廃部なんかにさせない。アスト、もうやめろって。やめない。アスト、俺はサッカーを絶対にやめねえぞ。
廃部は許せないけど、こんな無茶をして。じゃあノリカは平気なのか。え、サッカーができなくなって。そりゃもちろん嫌だけど。工事を一時的にやめさせたところで根本的な解決にはならない。その通りだ。サッカーを続けるには何か手を考えないと。俺はサッカーを諦めない。絶対に諦めない。大変だ、アソ。お前のお母さんが。母ちゃん、母ちゃん。アスト、その顔はどうしたの。なんでもない。それより母ちゃん苦しいのか。ごめんね、アスト。母ちゃん、お前と一緒にいてあげられそうにないわ。何言ってんだよ。そんなことないだろ。俺たちずっと二人で楽しくやってきただろ。これからもずっと。アスト、人にはいつか別れが来るわ。でも本当につながった絆は決してなくなることはない。アストと母ちゃんも永遠につながってる。そんな母ちゃん死ぬな。サッカーだけじゃなく母ちゃんまで俺の前からいなくなるのか。アスト、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。アスト、お前にはずっと明日がある。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、大丈夫かな。てっぺん崖だろ、多分だろうな。起きろ、アスト。皆さんにお伝えしておきます。稲国中サッカー部に廃部を逃れる道が出てきました。廃部にならないんですか。条件付きでスポンサーになってもいいと言ってくれる方が現れたのです。本当ですか。その条件とは。フットボールフロンティアに出場して一勝を挙げること。フットボールフロンティアってサッカー日本一を決めるあのフットボールフロンティアですか。そうです。ですが到底無理なので断ろうと思っていますがね。おい待てよ。まだ無理と決まったわけじゃ。考えるだけ時間の無駄でしょう。でもそんなに大変なのか。フットボールフロンティア一勝って。そりゃもう一回勝つだけだろ。今のフットボールフロンティアは出場するだけでも相当な実力を要求される。ましてやそこで勝つなんて。やります、やります。フットボールフロンティアでの一勝あげてみせます。簡単に言うな。俺たちには出場資格もないんだぞ。それなら心配いりません。出場資格ならありますよ。え、あなたたちは東京のサッカー強豪校ライモン中に編入していただきます。ライモンの一員となることでフットボールフロンティアへの出場権が得られます。ライモンってあのライモン中。君たちならやりたいなんて無謀を言い出すかもしれないと思ってね。前もって手配しておきましたよ。つまり僕たちはこの島を出て東京に行くということですか。そうなりますね。それしかサッカーを続ける道はありません。まあそれを決断したところで勝利の可能性はほぼゼロです。ありがとうございます。俺絶対にやります。サッカーを続けるためにフットボールフロンティアに出場します。マジかよ。でも俺たちだってずっと練習してきたんだ。きっとやれるさ、アスト。ですがすでに試合のプログラムは決まっているのです。
あなたたちの対戦相手は青少学園。現在全国ランキング1位のチームか。みんな迷うことはないだろ。俺たち東京に行くんだ。東京に出てサッカーを取り戻すんだ。フットボールフロンティアか。たった一勝けど、相手はあの青少学園。勝ち目ないでごす。やる前から負けムードかよ。誰？転校生がサッカー部に入るって聞いてました。田舎島の自然の中で技の特訓でもしようと来てみたが、腰抜けの集まりとはな。ここでサッカーやっても得るもんは何もなさそうだな。なんだと？お前らはサッカーを続けること以前に戦うことですらビビってる。そんな奴らがフットボールフロンティアで勝てるわけがねえ。てめえ、言わせておけば。俺たちが本気になれば一勝や二勝くらい。フットボールフロンティアはサッカー日本一を決める大会だ。元よりその可能性がない学校は出場前に運営委員会に辞退を求められる。そんな大会に必殺技の一つも使えず島を出る勇気もないお前たちが勝てるわけはねえよ。てめえ！待って、せいぜいサッカー以外の楽しみでも探すんだな。俺はやるよ。俺はサッカーを諦めるわけにはいかない。みんなが反対でも俺は絶対にやる。東京でサッカーを取り戻すんだ。老人さん、あんなやつの挑発に乗るなんて。挑発に乗ったわけじゃねえ。俺やってみたくなったんだよ、マジで。だからって生み出すんだ必殺技を。必殺技があれば勝てるかもしんねえだろうが。必殺技の特訓ってことですか？笑えないですよ、はっきり言って。お前聞いたことはあるか、ファイヤーレモネードって。トルネードですよね。ばあちゃん、俺さ、東京行く。東京で勝てたら俺たちまだサッカーできるらしくてさ。そうかい、寂しくなるね。ごめん。だけどキイちゃんなら勝てるよ。勝てるよね。東京はさ、飯はうめえのかな。ハンちゃんはもう行くって決めたでごすか？島離れたくはねえけど、俺やっぱサッカーしたい。そっか。ゴーレムはまだ迷ってんのか？うん、ハンちゃんはやっぱりすげえな。どうした？親父、俺東京に行こうと思うんだ。ほう、半人前のお前が東京にな。半人前だから行くんだよ。サッカーでくらい一人前にならねえと。そうか。ごめん。食え、俺の選別だ。向こうに行っても他の奴らに負けんなよ。親父、そうか、東京か。寂しくなるが、お前が決めたことなら父さんは何も言わない。でも母さんにはきっと反対される。心配するな、父さんから話しておこう。ありがとう。東京に行くか島に残るか選ばなきゃならないなんて。結構ちゃんと練習してきたから本土のチームにだって負けない自信はあるけど、島を離れるのは辛いよ。なんでサッカーを自由にやっちゃいけないの？だからさ、スポンサードされてないチームが行きがってもどうにもなんないわけ。そんなのおかしいよ、私たちただサッカーがしたいだけなのに。ノリカだって気持ちは固まってるんだろ？
ノリカさんも島離れたくないんですよね。サッカーを続けるためにはこの島を離れなきゃならない。それは分かってる。だけど私がいなくなると母さんが。ノリカ、私は元気なんだからね。ここで逃げたら海の女じゃないよ。母さん、まさかここでの会話あそこまで聞こえてないですよね。母ちゃん、俺この島を出てサッカーに会いに行くよ。サッカーはいなくならない。俺が必要とする限りサッカーはそこにあるだよね。俺は絶対にサッカーをこの島に連れ戻してみせる。母ちゃん、見守っててくれ。受け入れるんでしょうか。この学校には今サッカー部はない。え、なんで。詳しい事情は知らんが、サッカー部は訳があって休止している。なので俺たちがサッカー部の施設を使わせてもらえるんだ。ちょっと待ってください。ということは1週間後の試合に出場するのはここにいるメンバーのみってことですか。そうなるな。あれ、みんな知ってました。あれ、うん、なんとなく流れで。デゴシ、ここはもしかしてサッカー部の部室じゃない。今は使われてないって感じだな。でもなんかご利益はありそう。うん、よし、なんかやる気出てきた。試合まで1週間猛特訓して青翔学園に勝つんだ。青翔学園の面々がフィールドに散っていきます。大門は昨年とはメンバーが一新しています。どんなプレーを見せてくれるのか。そして対するは今大会の大本命青翔学園です。練習試合によるランキングレースでは帝国学園を破り1位の座を獲得しています。中島の者たちがどれだけやれるんでしょうね。あら、田舎島ですわよ。とにかく田舎者ってことですわ。のんびりしてるわね。どんくさそう。静かにしなさい。いよいよだな。はい。アッソ、サッカーはいなくならない。お前が必要とする限りサッカーはそこにある。見てろよ母ちゃん、俺はサッカーを取り戻す。やる前から結果は見えています。この状態でフィールドの悪魔にぶつけるなんて、あなたはあの子たちを潰す気ですか。始まりました、雷門中対青翔学園。雷門の速攻。稲森、ボールを持って切り込んでいく。始まりますよ、世紀の番狂わせが。おっと、稲森、小僧丸にバックパスだ。小僧丸、トリッキーな切り込みを見せる。
ファイヤーレモネード、トルネードです。ランキング1位の青少学園に、なんと新生ライモン中学先生、大興奮の観客、ライモンイレブンも嬉しそうだ。やったじゃないか小僧丸。やりましたね。それにしても内賀先生とは、さあどうする、ハイザキ。あれ何、聞いてねえし。確かに必殺技を使えるとはデータになかったな。しかも総力がデータより 17% もアップしている。調査班がミスったのか。いや違うね。あいつらは出したんだよ、底力ってやつをな。面白い。俺ついに見つけちゃったかもしんない、あんたの言う光ってやつをよ、キド。彼らの目、それがどうかしましたか。サッカーをやって彼らは楽しんでいるの？それはないでしょう。だよね。俺たちはお前を倒す。やってみろよ。Sゾーン開始。